おはようございます。9月19日日曜日の全国の天気をお伝えします。今日は高気圧に覆われて秋晴れが広がりそうです。関東では朝のうち雲が広がりますが、昼間は日差しが届く予想です。山陰から北陸の内陸部でも朝はにわか雨の可能性がありますが、昼間は晴れる予想です。東海から近畿南部にかけては午後は雲が広がり、にわか雨の可能性があるため空の変化にお気をつけください。その他のエリアは洗濯日和の一日となりそうです。気温が上がり、西日本では30度を超えて真夏日となるところもある予想です。一日の気温差にお気をつけください。東北地方も昨日よりも気温が上がりそうですね。北海道の一日も気温差注意が必要です。そしてウェザーニュースのスマートフォンアプリでは詳しくお天気情報を見ることができますので、ぜひご活用ください。